こんにちは。毎日着物生活十数年、木下着物研究所、木下紅子です。こちら側から失礼いたします。着物に興味はあるんだけれど、恥ずかしながら自分で着物を着ることができないんです、というふうな言葉を初めてお会いした方からよく聞くことがあります。本日は着物を着ることによって人生が開かれるということについてお話ししていきたいなと思います。今日は長襦袢を着て着物を着ながらお話しさせていただきますね。この動画を見てくださっている皆様は、自分で着物着られるよという方もいらっしゃれば、興味はあるけどまだ自分で着物を着ることができないという方、様々だと思うんですけれども、この恥ずかしながらっていうキーワード、すごく大きいメッセージというかが含まれてるなと、隠されてるというかかなというふうに思います。恥ずかしながらっていうのは、自分のことを恥ずかしながらっていうことによって、自分のことダメだなって思っている言葉だと思いません？今まで自分の人生の中で着物に興味がなかったりとか、それから着物を着る機会がなければ、別に着られないっていうことに関して、着られないということが当たり前だから、そこに対して恥ずかしながらっていう言葉っていうのは、なんかベストフィットしないなっていうふうに思うんですけど、でもきっと恥ずかしながらっていう言葉をおっしゃるということは、着物は着られた方がいいというふうにね、思われる、気持ちというのがその言葉にね現れているんじゃないかなと思います。着物を着られるようになることで、この恥ずかしながらっていう、ちょっとこうネガティブな感じっていうかのところから、着物を着られることによって、すごくねポジティブな方向に変換できるんですよね。これって私すごいことなんじゃないかなというふうに思っています。恥ずかしながら着物を着ることができないんですっていう、その枕言葉が外れるだけで結構違ってくるんじゃないかなと思うんですよね。で、大人ってできないことができるようになったりとか、苦手なことをなんとか克服したりとかっていうのって、なかなかそういう機会って少ないと思うんですよ。できるだけ自分の得意のところで勝負を、ね、したいなというふうに思うし、子どもの頃だったら、小さい頃だったら、苦手なこととかこうできないこととかってすごくチャレンジして、すぐできるようになります。大人って時間がかかるから、こうどうしてもなかなかそういうところに向き合えなかったりとかっていうふうなところでもあるんじゃないかなと思うんですけれども、まずできるようになるっていう機会を得るっていうことはすごく貴重なことで、それだけでマインドっていうのはポジティブになれると思います。着物を着ると、私はよくね、軸ができるというふうに、この動画の中でも以前お話したことがあったかもしれないんですけれども、着物を着ることによって、まずメンタルの面でも軸ができるし、あと体幹でもね軸ができると思っています。メンタルの部分は皆さんが、ちょっとね、先ほどからお話ししていることの重複になってしまうんですけれども、やっぱりできないと思っていることができるようになったりとか、苦手だと思うことを克服できたりとかすると、ポジティブな考え方になるので、それだけで軸がちょっとこう整えられるっていうのは、なんとなく感覚でわかると思いますし、これは皆様が着物を着られるようになって、で上手になっていかれる、苦手なことを克服していく、そういう経験を踏まれていく、経験をされていく中で、ぜひね、体験していただければいいんじゃないかなと思うんですけれども、今日は分かりやすく体感、体をでこう感じられること、体感がに軸ができるということを少しねお話ししていきましょう。着物を着ることによって体感に軸ができるっていうのは、例えば何かこう焦ったりとかしてると気持ちが上ずったりとかっていうような言い方をすると思うんですけれども、着物を着る時っていうのは、まずこの体の中心っていうのが、お洋服とかだったらちょっと上に上がり、私自身ね、ちょっと上に上がりやすいかなと思うんですけれども、着物の場合、意識する場所っていうのは割と丹田っていうか、へそ下三寸とかってよくね言われたりしますけれども、丹田なんですよね、おへそよりちょっと下。
こう上ずっているところがこう下に落とされていくことによって、こう自分の気持ちが安定したりすることもありますし、重心が高いよりかは低いところにあった方が安定しやすいっていうのはね、まあなんとなく分かりやすいと思うんですけれども、まずそういったところがすごく変わってくるかなと思います。それから重心、まあ女性だったらヒールを履いたりとかするので、これすごく分かりやすいと思うんですけれども、洋服の、まあ、つまりヒール、ヒールはかかとに重心が、力の重心がかかとに来るんですけれども、着物の場合はツボ、あのここの足の指の股のとこですよね、に重心が来るので、体の使い方っていうのが結構、力の入れ方とかっていうのはね、結構そこで変わってくるというふうに思います。よく言語とかだったらバイリンガルとかっていうとすごく分かりやすいと思うんですけれども、バイリンガルになると一つの言語だけではなくて、あの複数の言語の方と、その言語じゃない方とお話しすることが、直接お話しすることが叶いますよね。でお友達になることができたりとか、世界がすごく広がっていくと思います。体の使い方も、陽の体の使い方と和の体の使い方、先ほど重心がちょっと下に下がるとか、足元で言うとかかとに重心が来るのか、つま先に重心が来るのか、これは陽と和の体の使い方の違いだなというふうに思うんですけれども、まあ、言葉のようにすごく分かりやすいわけではないですけれども、体の使い方、自分が意識してるか意識してないかに、まあ、どうでもよくって、やっぱりその2つの体の使い方ができるっていうのは、可能性がね、さまざまな可能性っていうのが自分で気づいてないかもしれないんですけれども、広がっていくということになるんじゃないかなと私は思っています。重心が下がるっていうことっていうのは、やっぱり上ずっているものを下に落ち着かせてくれるという意味で、結構私自身は大きいんじゃないかなって思っています。私自身、着物を着ることによって、先ほどねちょっとお話ししましたけども、人生が開かれていくというようなお話をしました。で、私自身どうだったのかということをね、ちょっとお話ししていきましょう。私自身、ものすごくネガティブな思考の持ち主でした。もう何につけても、私がダメだったんだなとか、これがダメだったなとか、だからうまくいかなかったんじゃないかみたいな、もう悪いことばっかり、そういうふうに思考がいってしまってたんですけれども、着物をまず着ることができるようになって、不器用な私でも、まあ、綺麗に着られてるかどうかまたちょっと置いといて、あのその当時、不器用な私でも、ものすごい面倒くさがりな私でも、着物って着ることができたんだ、すごい私みたいな感じで、ポジティブなね考え方に少しずつ、慣れるようになっていきました。そして仕事、着物の仕事を始めて、とにかく着る回数が増えていって、まあ、着方っていうのもものすごく安定してきたんですけれども、今はこうやって動画とかを通じて皆さんに、着物を着ることをお伝えすることができたり、それから着物に関すること、さまざまシェアできるという今立場にいるわけで、私は本当に着物は着られるようになって、まあ、人生の選択肢も広がりましたし、それからいろんな方と出会うことができるチャンスというのを手にすることができました。多分私はできないことがとか、自分がこういう人間だからっていうところ、不器用でもう面倒くさがりで、なんか新しいことをトライするのがすごく苦手って思ってたんですけれども、着物を着ることによって少しポジティブに、少しずつポジティブな考え方になっていくことによって、だからいろんな道が開けたのかなっていうふうには思ってるんですけれども、やっぱり着物を着ることによって、まあ、ポジティブな考え方になるっていうのもそうですし、体の使い方2つ、和の体の使い方、洋の体の使い方、言語で言うとバイリンガルみたいですけど、そういうふうなこと自分でご理解されてなかったとしても、やっぱ2つの使い方を自分が体感しているっていうことは、可能性をね、さまざま広げてくれると思うんですよね。そういうことによって、私は着物を着ることによって人生が開かれていくというふうに思っています。
なんかちょっとね、今日は考え方みたいなお話になってしまいましたけれども、着物が着られるということは私はすごくね素敵なことだと思うし、人生がすごく明るくなることだと思います。もちろんお人によっては人前で着るから着物を着るときは誰かに着付けてもらうというね風に決めてらっしゃる方もいらっしゃると思って、それはそれでね全然ありだと思いますし、それでいいと思うんですけれども、日常の中で着物を取り入れたいなという場合はやっぱりね自分で着られた方がいいわけで、そういう風になった時に人生はどういう風に変化していくのかということについてちょっと今日お話しできればなと思ってお話しさせていただきました。本日のお話が面白いなとかお役に立てたようでしたら、ぜひ高評価ボタン、それからチャンネル登録もよろしくお願いいたします。お着物好きのお友達がいらっしゃったら、ぜひこちらのチャンネルご紹介いただけたら嬉しいです。それではまたお会いいたしましょう。